カナムグラは、アサカカラハナ族の一年草。和名、鉄ムグラは、強靭な鶴を鉄に例え、ムグラは草が反茂して絡み合った様を表すように、反茂した本種の草むらは強靭に絡み合っており、切ったり引き剥がしたりすることは困難である。皇術のヤエムグラやヤブムグラと、本種と似た、小種名の植物は多いが、本種とは、 系統的に離れたカネカに属するものが多い。感銘は立層。中国大陸、台湾及び日本では北海道から九州までの範囲に分布する。原野や道端、荒れ地などの日当たりの良い場所に自生する。また、高窒素的な傾向が強く、畜産や農業、家庭排水などの影響により、不栄養化した土壌などでより繁殖し、 優先種となる傾向が強い。アメリカでは、園芸用に栽培されたものが、野生化し、外来雑草となっている。私有異種のツル植物で一年草。身長が旺盛で、一面に広まる。茎から傭兵にかけて、下向きの小さな鋭い棘があり、木や電柱、ガードレールなど多物に絡まる。葉は、長い傭兵で耐性し、 洋針の長さ5から12センチメートル程度の5から7、列に深く切れ込んだ手のひら状で、肺に虚子が多く、歯の表面は荒い毛があってザラつく。牡蠣は、晩下から秋にかけてで、オカブは分子した家系を伸ばし、塩水果樹にまばらにつき、細かい単力色のお花を多数つける。お花の花碑は、普通4個あり、おしべは、大きな薬がつく。一方の雌花は、 メカブの溶液から家計を伸ばして、下向きに短い水上の果樹を垂らし、果樹に固まるようにツトに包まれた紫褐色の花をつける。メバナにつくツトは、先端が尖り、小紫色の模様がある。メバナは10分後に成熟して、果実となると赤紫色を帯びる。本種の花粉は、ブタクサやヨモギなどと並び、秋の花粉症の原因となる。と、 花は薬草になる部分で、組毛や利尿に効果があるとされ、夏に慶葉を切り取って、天日で乾燥させたものを用いるが、小薬名は特に用いない。慶衣、利尿、膀胱炎に、いた治療後から 10g の立草を水、400cc でとろ火で半量になるまで煎じ、3回に分けて服用する利用法が知られている。また、慶衣に、 加水ついた治療5から 8g を水 400cc で煎じて3回に分布する養蜂が知られている。万葉集におけるヤエムグラは現代とは異なり、アカネカのヤエムグラではなく、本種を指していると思われる。北手派の植草である。以前はクワカに分類されていた。ABCDF e 近田文博監修、亀田隆吉、有沢茂雄著2010。 P206、ABC ・菱山中三郎2014、P147、ABCDFGHI e ババアツシ1996、P36、土壌の不栄養化が、農村地域の河川周辺雑草群落の動態に、及ぼす影響雑草研究ボリューム42。ナンバー2ピアニッシモ、107から 114invasive.org。 ババアツシ 1995P36 アレルギー性疾患の研究クワモドキ及びカナムグラについて第14回日本アレルギー学会総会ボリューム14ナンバー4ピアニッシュも261から262ありがとうございます